富士山が描かれた屏風の中には空を飛ぶ鉄腕アトムも描かれています。札幌市中央区の道立近代美術館で今日から始まったリンパとアニメ展です。尾形光琳から名付けられたリンパを代表する絵師の作品に加え、リンパの世界に初音ミクやリラックマなどのキャラクターを登場させた作品、合わせて80点ほどが展示されています。尾形光琳がすごく好きなので、とても見応えがあって面白かったです。で、アニメとのこうコラボっていうのがまた新鮮ですごく良かったです。2つの日本文化を楽しめるリンパとアニメ展は6月2日まで開催されています。